レジーネ次世代グローバルコンパクトカーの提案です。ここに展示させていただきましたレジーナは、生き生きした生活に向けての私どもの技術者のチャレンジの成果であります。小さな車のエアロダイナミックスの追求、軽量化の徹底した追求、私ども技術者のチャレンジがこの一つの形になりました。電気の技術についてももちろん取り組んでまいります。電動スクーター E レッツ、スイフト EV ハイブリッド、開発が着実に進んでおります。もう少しお待ちいただきたいと思います。生き生きとした生活を実現する車であり、二輪でありたいと鈴木は考えております。どうぞ皆様、スズキのこれからの製品にご期待ください。本日初めにご紹介するコンセプトカー D クロスです。タフでアグレッシブな独創的スタイリングや、さまざまなバリエーションが詰める樹脂ボディなど、走りの喜びを追求したオンリーワンの存在感を放つ新感覚のスポーツモデルとして開発をいたしました。次にご紹介するコンセプトは2人乗りの電気自動車ピコです。ダイハツの考える電気自動車の形は、軽自動車よりもさらに小さな日常のちょっとした乗り物としての用途に適した車です。衝突未然防止機能や誤発進防止機能を備え、安全性をしっかり確保しながら誰もが気楽に使える乗り物を実現いたしました。最後にご紹介しますコンセプトカーは、非金属フリー液体燃料電池ユニットを搭載した FC ショーケースです。自社開発の液体燃料電池ユニットにフラットフロアの多用途ボディを搭載させていただきました。2007年に基礎技術に目処をつけたこの技術は、 CO2 排出ゼロはもちろん、取り扱いの容易な燃料電池、液体燃料を使用しております。小さい車にふさわしいゼロエミッション次世代ビークルとしてご提案をいたします。まず EC ミューでございます。都市生活におけますエレクトリックコミューターの新しい可能性を提案いたします。ミューは美しい羽と書きます。風の流れに漂う羽、そういうイメージをデザインしたものでございます。女性が安心感を持っていただけるようなマルチホイールでございます。また女性にスッとお乗りいただいたときに、美しい綺麗なライディングポジション、ライディングスタイル、こういうことを考慮いたしました。2つ目はですね、パスウィズでございます。これは電動アシスト自転車の日常的な利用に加えまして、旅先での移動、そういうことを、新しい楽しみ方を提案するモデルでございます。特徴はまずデザインの自由度を上げます。インホイールモーター、また路面の振動を吸収しやすい前後サスペンション、そしてクリーンなイメージのベルトドライブでございます。例えばプリウスに乗ってどこかへ出かける、プリウスの中で充電しておく、こういうことが可能になる、そういうモデルでございます。3台目はですね、 Y125 萌え木でございます。こちらはエンジン付きモーターサイクルでございます。自転車の親しみやすさ、少しツーリングしたくなるような適度なスポーティーさを兼ね合わせてみました。デザインはヤマハ YA1、 ヤマハのデザインフィロソフィーを踏襲いたしまして、レトロモダンなデザインといたしました。特徴はまずエンジンです。これはグローバルスタンダード 125cc、 車体は軽量スリムな設計でございまして、車重80キロ、燃費80キロでございます。